廃墟と化したアパート。このような建物は市内の至るところに建っている。イーストセントルイスはアメリカ合衆国入りの一州西部セントクレア郡に位置する都市。ミズーリ州のセントルイスとはミシシッピ川を挟んで対岸に位置する。人口は27006人で2000年の31542人から4536人、1 9 5年の ピーク時に数えた82,366人からは約1、3に減少している。イーストセントルイスは入りのイ州内で最も貧しい都市の一つである。かつては蒸気船、鉄道、道路の交通の要衝としてセントルイスを支える都市であったが、産業の衰退と歴代市長の相次ぐ失勢により失業が増加、人口が減り続け、治安が著しく悪化した。 この地域にはかつてミシシッピ文化の祭祀中心地がありマウンドが多数存在した。町の歴史はイリノイ州よりも古くセントクレア軍が創設された1790年に遡ることができる。イーストセントルイスを抱えるセントクレア軍は当時ノースウェスト巡州に存在していた二つの軍の一つであった。19世紀に入ると対岸のセントルイスと並んで蒸気船による 水上交通の要衝として栄えた。やがて鉄道が敷かれると、イーストセントルイスは、鉄道関連の産業や、製鉄業で栄えた。1926年に、国道66号線が開通すると、イーストセントルイスは、黄金時代を迎えた。1930年代から1950年代に、かけては、イーストセントルイスのダウンタウンには、レストランや劇場、 ナイトクラブなどが立ち並んだ。1950年には、イーストセントルイスの人口は82,366人を数え、シカゴ、ピオリア、ロックフォードに次ぐイリノイ州第4の都市となっていた。しかし、1950年を境に、イーストセントルイスは長楽への道をたどった。南部からの黒人の流入がピークに達したのもこの頃である。セントルイスの凋落に加えて、 1951年に市長に当選したアルビン・フィールズの失勢もあって市の負債は増加し、それに伴って資産成立も上がった。工場は次々と閉鎖して犯罪が増加し、街にはギャングが溢れた。そこに1960年代後半の公民権運動による暴動が追い打ちをかけた。1971年には初の黒人市長として、 ジェームス・ウィリアムスが当選するが、死の調落を止めることはできなかった。1978年に当選したカール・オフィサーは死の状態をさらに悪化させた。下水道の不設は失敗に終わり、ゴミの収集は給与不払いにより行われなくなった。警察のパトロールも滞った。市民は死を相手取って訴訟を起こすほどであった。カジノ・クイーン1991年には、 ゴードンブッシュが市長に当選した。誘致されたカジノクイーンはイーストセントルイスにとってはおよそ30年ぶりの税収減であった。また、ゲートウェイガイザーの建設とメトロリンクの開通も経済の建て直しに貢献すると期待された。しかし、企業のオフィスや大規模商業施設の誘致はその後も成功せず、人口は前世紀に比較して半分以下にまで減少し、 今もなお減り続けている。2010年の国勢調査では、イーストセントルイスの総人口の約98%はアフリカ系の住民で占められており、その多くは貧困層である。市の全域にわたって、スラム化が進行し、廃墟や空き地も目立つ。最盛期に建設されたダウンタウンの美しかった、歴史的建造物も口、廃墟と化し、やがてはなくなろうとしている。 また、同種の犯罪発生率は、全米最悪の水準である。イーストセントルイスは、北緯38度36分56秒整形90度7分40秒、北緯38.61556度整形90.12778度、38.61556-90.12778に位置している。セントルイスは、ミシシッピ川を挟んだ対岸に位置する。 アメリカが州国統計局によると、イーストセントルイス市は総面積37.4、警平方メートルである。このうち36.4警平方メートルが陸地で1.0キロ平方メートルが水域である。総面積の2.56%が水域となっている。イーストセントルイスの気候は温暖な夏と寒い冬に特徴づけられる。百五十四年七月十四日。 イーストセントルイスの気温は摂氏48度を記録した。これはイリノイ州の観測史上最高気温である。ゲートウェイガイザーセントルイスの近郊電車であるメトロリンクはイーストセントルイス市内に以下の4駅を有している。メトロリンクはセントルイスのダウンタウンやセントルイスワシントン大学を通りランバートセントルイス国際空港へと通じている。 市内では i-55、i-64、i-70 の3本の週間高速道路が交わる。これらの高速道路はイーストセントルイスで一本の道となり、ミシシッピ川を渡ってセントルイスへと通じている。イーストセントルイス市の犯罪発生率は全米最悪の水準である。2007年の連邦捜査局のデータによると、 イーストセントルイスの殺人発生率は人口10万人あたり101.9件を記録し全米平均の約18倍でゲイリー、カムデン、ヤングスタウン、デトロイト、ボルチモア、コンプトン、ワシントン DC といった殺人で悪名の高い都市における発生率をしのぐ。また、強姦発生率は人口10万人あたり260件を超え全米平均の 約9倍に達する。以下は、モーガン・クイット・納車社の全米の危険な都市ランキングにおいて集計対象となっている6犯罪について、イースト・セントルイス及びセントルイスでの発生率を全米平均と比較した対象表である。以下に、イースト・セントルイス市における1870年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。ありがとうございます。